出発しようか。ああ、任せろ。困りましたね。初戦で負けるなんて想定外です。どうしたものか。惨めなものね、副筆頭さん。バイオラさん、こんなんじゃ副筆頭の座どころかビクニの居残りもヤバいんじゃない？評価は他で取り返します。初戦で負けたのだってペアの再抽選が原因です。パートナーのせいだと？そうは言ってません。でも一緒に育った姉妹が相手だなんて誰だって動揺するに決まってます。ま、どんな言い訳をしても負けは負けだけど。ランカさんもリンカさん以外が相手なら負けないと言っています。だから私は諦めません。この島で生き残ってみせます。どんな手を使ってでも。あなたのその目嫌いじゃないわ。小春を倒せとは言わないけれど、梅雨払いくらいは役に立ってね。じゃあね。この島を追い出されたら私には何もないんです。帰る場所も頼れる人も。バルキリーの力こそ私がこの世界で生きるために天が与えてくれたチャンス。ここで脱落したら何もかも失ってしまう。まずは残りの対戦できっちりと評価を残さなくてはなりませんね。食事は消化の良いものにしておけ。すぐにエネルギーに変わる炭水化物を多く摂るように。水分補給も忘れるなよ。食後のデザートに甘いものを摂っておくのもいいな。ふむふむ、だったらおうどんにしようかな。じゃあ満腹丸ちゃんはバケツプリンをお願いするのだ。満腹丸、バケツプリンを作るときは自重をギリギリ支えられる硬さの見極めが大事なのだ。硬すぎると舌触りが悪くなるし、柔らかすぎると自分の重さで崩れてしまってあちゃーなのだ。なるほど。感心するな。何の話だ。そう、ピーちゃんの勝利をお祝いしに来たのだ。そうか、わざわざすまなかったな。なんだ、私の顔をじろじろ見るな。ピーちゃん、何かあった？何かってなんだ。何もない。昨日までのピーちゃんならお祝いをしても知らんぷりだったのだ。そんなことは頼んでない。殺されたいのか。なんつって。確かにそうかもね。前は槍の切っ先みたいに触ったら切れそうだったもんね。ほほー、やっぱりなのだ。ピーちゃん、ちょっと可愛くなりました？可愛くなんかない。リンカも満腹丸も、私をバカにしてるのか。それこそ殺すぞ。なんで笑う？だって、耳まで真っ赤にしながら、殺すぞ、なんて言われても説得力ないよね。今の表情でご飯3杯はいけるのだ。
写真に撮っておけばよかった。惜しいことをしたのだ。お前ら。まあまあ、パートナーが変更になっちゃってちょっと心配してたんだけど、取り越し苦労の腹減り損だったようで安心したのだ。そういうお前の方はどうだったんだと聞くまでもなかったか。ヴァイオラと組んだんだったな。ヴァイオちゃんに任せておけば寝てる間に対戦が終わってるのだ。やっぱりヴァイオラちゃんってそんなに強いんだ。誰が相手でも全力を尽くすだけだ。そうだろ、リンカ。うん、自分が恥ずかしくなるような戦いだけはしないつもりだよ。それでいい。現実的な話をすれば、ビクに追い出されるような評価をつけられるのはまずいか。そんなお粗末な戦いにはならない。なぜなら私がいるからな。やっぱりピーちゃんは昨日よりも少し変わったのだ。おい、話を蒸し返すな。死にたいのか。ごめんなのだ。でも満腹丸ちゃんはそれがちょっと嬉しいのだ。まあいい。とにかく次の対戦までに栄養補給と休息だ。よく噛んで食べろ。それとプリンはやめておけ。じゃあ何を食べればいいのだ？戦闘前だからな。パンや米、卵を取るといい。バナナなんかもおすすめだ。じゃあバナナ丼にするのだ。バナナ丼？バナナを甘辛いタレで煮て、卵で閉じて、ほかほかの丼飯にぶっかけるのだ。栄養学的には間違っていないが。おばちゃん、バナナ丼三つなのだ。三つってまさか。任せといて。満腹丸ちゃんのおごりなのだ。バナナ丼で栄養補給してお互い2回戦に臨むのだ。おい、私も食べるのか、そのバナナ丼を。この流れで断れないよ。それに栄養学的に間違ってないって言ったのはももちゃんだよ。それはそうだが。ありがとう満腹丸ちゃん。二回戦はここ自然エリアで行います。思う存分に戦いなさい。戦うフィールドが変わるんだ。そこまで考えてなかったな。さて2回戦ね。負ける覚悟はできていて？でも対戦の組み合わせはランダムのはずでしょ？私たちが当たるとは限らないよ。相変わらずおつむの方は空っぽのようね。ここはビクニよ。 V ウイルスの研究のためなら何だってするわ。特に変異種である VR ウイルスはビクニの1000倍特許ですものね。研究したくてうずうずしているはずよ。どういうこと？パートナーの再抽選の結果を見ればくじが操作されていることはバカでも気づくでしょう。 VR ウイルスの保持者は VR ウイルスの保持者同士組まされているんだから。あ、確かに。貴様、何が言いたい？次の対戦で私たちが当たる可能性がぐっと高まったって話。
負けた時の言い訳を用意しておくことね。私たちは負けないよ。たとえバイオラちゃんが相手でも。なんですって。一度勝ったくらいで舞い上がっているのかしら。ランカちゃんを下してまで先へ進んだんだもの。お姉ちゃんは強いんだってことをちゃんと見せないとね。相変わらずゴミの言うことは理解できないわ。満腹。では2回戦第1試合の組み合わせを発表するわ。40番のペア対するは58番のペア。58番は満腹丸ちゃんたちの番号なのだ。40番は私たちだよ。ほらね。でも第一試合に持ってくるのはいくらなんでもあからさますぎね。満腹。はい。次の試合はあなたがリブレーターをやりなさい。バイオちゃんはお休みなのだ。私の戦闘データを好き放題取れると思われるのはちょっと尺じゃない。私の強さなら1回戦で十分示したでしょうに。このバイオラ様はお安くないってことをビクニの連中に分からせてあげなきゃ。あやいさん、では満腹丸ちゃんがお役目つかまつりますのだ。せいぜいポイントを稼いでバケツプリンでもたらい杏仁豆腐でも好きなものをお食べなさい。それじゃ試合でね。こっちは私が出るよ。いいだろう、任せた銀河。相手は満腹丸ちゃんとバイオラちゃんか。一筋縄じゃいかなそうだね。私を刃として振るうんだ。無様な戦いは許さないぞ。分かってる。私たちの未来のためにも負けるわけにはいかないよ。それでいい。リンカの思う通りに戦え。うん、分かった。それでは2回戦第1試合始めなさい。ウサギさん可愛いでしょ。先が思いやられるな。大丈夫、しっかりやるよ。おりゃ、ふんよっ、ふん、えい。これじゃあ全然物足りないよ。ふん、えい。くらえ！ふん！あ！えい！あ、ここからだよ！我慢して！とっておき！もっと遅いよ！これは痛いよ！今度突破！くらえ！一度だけだぞ。300コンボ突破！
そりゃここからだよ。吹き飛べ、おしまい。吹き飛べ、ここからだよ。せー、甘く見ないで、おしまい。これでか、これでか、これでか。ドライブ、ももちゃん、えい、進めるよ。よっ、うん、いくらでもかかってこーい。甘く見ないで。吹き飛ばして、当たれ、そりゃ吹き飛ば、
行くわよ。早く終わらせて。お前なのです。満腹甘くて。よし行くよ。クリームラッシュ。ちゃっちゃと片付けなさい。イエーイ。満腹マルちゃんは一度ドライブすれ。やめるのだ。もう1カロリーの慈悲もないのだ。いざ。海の家も出てるし、気晴らしにはいいかもね。何を食べようかな。全部食べるけど。おい、どうして私が付き合わなければならないんだ。勝ち逃げは許しませんよ。今日の洗いは凛花さんと桃さんのおごりですからね。どうしてそうなる。私たちに勝って得たポイントだもん。当然でしょ。それはそうだが、いや、そうなのか。つーか、私は納得してないんだよね。一回戦で負けたのも稲川のせいだしさ。ああ、何を言ってるんですか。ランカさんのせいでしょ。まあどっちでもいいけどさ、二回戦ではいい戦いができたと思うよ。あれならそこそこの評価をもらえるんじゃないかな。まあそうですね。2回戦はランカさんも頑張りました。なんで上から目線なのさ。っていうかクズ竜の水着気はどくない。すっごいエロいんですけど。ねっねっ、似合ってるでしょ。私が選んだんだ。なかなかですね。うまくプロデュースすればお金が取れそうですよ。ももも、肩ロースも美味しそうなのだ。ジュルリ、お前ら、私をバカにしているな。そこに並んで歯を食いしばれ、皆殺しにしてやる。騒がしいですね。何事ですか。小春ちゃん、レアキャラ発見。月影が遊んでるの初めて見た。
対戦が早々に終わったので休ませてもらっています。働くときは働く、休むときは休む、メリハリをつけないと。あの、やっぱり定期戦は全勝だったんですか？勝ち負けは重要ではないでしょう。評価されるのは戦闘の内容ですし、それを決めるのは私ではありません。成績が発表されるまで私もわからないんです。でも手応えっていうかあるじゃない。月影的にはどうだったの？もちろん全力を尽くしました。手を抜くのは相手の方に失礼ですもの。皆さんもそうでしょ？まあね。ねえ、小春ちゃんも一緒に遊ばない？お誘いは嬉しいんですけど遠慮しておきます。休むのも筆頭としての仕事なので。そっか、筆頭さんって大変なんだね。どうか言っちゃって、本当は定期戦でクタクタに疲れて動けないだけなんじゃないの？そうかもしれませんね。ランカさんの負けですね。あの人には皮肉なんて通じません。何しろ筆頭なんですから。いずれ私がその座を奪ってみせますけれど。それより大丈夫なんですか？大丈夫って何が？満腹丸ちゃんさんが。うぐぐ、早く何か食べないと。栄養不足で心臓が止まってしまうのだ。満腹丸ちゃんの口から魂がはみ出てる。ダメダメ。何が食べたいの？焼きそば？イカ焼き？かき氷とかがいい？全部。あと焼きトウモロコシ、それとカレーライス。焼きそばとカレーとなんだっけ。仕方ないな、私が買ってきてやる。戻ってくるまでに魂を口に押し込んでおけ。いいな。頼んだ。クズリュウ大至急だよ。これじゃ息抜きどころじゃありませんね。でも私たちの初めての定期戦、無事に終わったね。リクニで暮らしていく自信みたいなものは得られたような気がします。そうだね、一安心ってところかな。リラックスするのはいいですけど、気を緩めすぎないでくださいね。定期戦はリクニでの生活の一環でしかないんですから。ここでの暮らし全てが治療につながっているんです。早く VR ウイルスを治療できるよう、みんなで一緒に頑張りましょう。うん、頑張ろう。私たちの物語を楽しみましょう。